弟の肖像画家、ジョージ・ダンカン・ビーチーが描いた肖像画、フレデリック・ウィリアム・ビーチーは、イギリスの海軍将校、地理学者である。ロンドンに生まれた。父親のウィリアム・ビーチー、母親のアン・ビーチーとも画家であった。1806年にイギリス海軍に入隊し、フランスとの戦いや、米英戦争で軍務に就いた。1818 18年に、デイビッド・バカン。 デビット・バカンが率いた北極体験航海に参加し、翌年、ウィリアム・エドワード・パリーが率いるヘルカ号の北極航海に参加した。1821年に、ウィリアム・ヘンリー・スミスの率いる地中海測量航海に参加し、アフリカの地中海沿岸の測量に従事した。この調査結果は1828年に、プロシーリングス・オブ・ザ・エクスペディション2。 エクスプロアーザノーザンコーストオブアフリカフロムトリプリーイーストワードイン1821から1822として発表された。1825年にブラッサム号の船長に任じられベーリング海峡の探検を命じられた。この航海は北極海を大西洋側から航海するウィリアム・エドワード・パリーの船やカナダ内陸から出発する探検家のジョン・フランクリンの探検隊と カナダ北部の北極海沿岸で合流する目的であった。ビーチーはアラスカ北端のポイントバローに達したが、フランクリンの探検隊は、その140マイル東で進行を断念し、パリーの船は凍った海に阻まれて、1000マイル離れた地点にしか達することはできなかった。この航海は3年にわたり続けられ、いくつかの島が発見され、プリンスオブウェールズ岬近くに、 良い港となる場所が見つけられた。1826年7月、ベーリング海峡のダイオミード諸島の2つの島など3つの島を命名した。この探検の記録は、隊員のジョン・ビチャー・ベイズによって1839年に、ハーティ・シックス・イヤーズ・オブ・エー・シーフェリング・ライフ・バイアン・オールド・クワーターマスターとして発表された。1831年に、ビーチーの旅行記。 ナラティブ・オブ・エイボイッチ・ツー・ザ・パシフィック・ベリング・エストレート・ツー・シー・オー・オペレート・ウィズ・ザ・ポーラー・エクスペディションズ1825から1828が発表された。1835年に南米の沿岸調査を行い、1835年から1847年の間はアイルランド沿岸調査を行った。1854年に少々となり、 1835年に王立地理学会の会長に選ばれた。カナダの北極諸島にあるビーチー島は1819年のパリーの探検に参加していたビーチーが父親の名前をつけたものである。1841年に植物学者ウィリアム・ジャクソン・フッカーとジョージ・ウォーカー・アーノットによってこの探検で集められた植物についてボタニー・オブ・ビーチー S-Boyage to the Pacific and Belling, S-Straits が出版された。ありがとうございます。